こんばんは、しゃもじです。今日は7月2日土曜日、バンプオブチキンのライブで幕張メッセに来てます。なんでも今日がバンプオブチキンの前回のオーロラアークツアー、最終日、ファイナルの東京ドーム公演から、972日、23,328 時間経ったそうです。いや、この時間を生き抜いた僕らだからこそ、バンプオブチキンに会えるわけですけど、いや本当生きててよかったなと思います。コロナ禍でもうなんかライブなんかできないかもしれないとか、なんかすごい思う時期もあったんですけど、こうしてなんか数時間後にはバンプオブチキンのメンバーが目の前にいて生の音楽を聴けてっていうでね、それに集まってくるファンのみんなと一緒になんかライブを楽しめるっていう、なんかこの現実がすごく嬉しく幸せに思います。本当ライブ会場は天国ですね。それでは今回はね、物販と別になんかフォトブースみたいなのもあるみたい で両方ともね、LINE の整理券で時間指定で入場っていう形になってます。今が14時49分なんですけども、こちらの、バンプオブチキン、整理券公式っていうねアカウントを友達登録して、いろいろ書いてあるんですけど、こうやってラインナップもあって、物販フォト整理券っていうところを押します。そうするとこんな感じで、日付ごとに整理券が出てきて、各、公演日の前日じゃないや当日の朝7時までに、申し込む形で抽選制で番号が割り振られる形になっています。こんな感じで表示っていうのをすると、あなたの整理番号は2880番ですと。で7時に締め切りで当日の8時に結果が出るんだったかな。なのでまあ11時からの物販の開始なので、まあそれまでには結果がちゃんと分かりますよということですね。で今この2時50分の時点で1万1000番までお呼び出し中って書いてあるんですけど、基本的には抽選でね割り振られるのがこの前半になってきます。でその後はもう全部先着順で整理券が LINE で配られるっていう感じになるので、今はこの1万1000番っていうのは実質もう抽選で買う人は全員買っていて、1万1000人目はもう普通に入場してる現地で整理券を取った人って形になりますね。抽選に参加するの忘れちゃっても現地で一応整理券余ってればですけど参加はできるので、その辺は安心かなと思います。整理券がね抽選制っていうことで、この時間たまたま例えば11時なんか来れねえよっていう時間に当たっちゃったとしても、この時間より後に来ればすぐに入れてもらえるので、その辺も安心かなと思います。遠方から来る人はありがたいですね。このシステムすごいいいですよね。最近いろんな音楽シーンでラッドウィンプスとか、あと米津玄師とかいろんなライブで使われてるんですけど、そのモギリっていうサービスなんですけど、すごいいいなと思います。物販でねこういう今日も、35度かな、すごい猛暑日なんですけど、こういう猛暑日の中で長い、ね、列を作って、しかも、まあ、今昨今コロナなどありますから、そういうところで列を作らず、こういった感じで待ち時間ほぼ0秒でグッズを買ったりとかできるそうなので、これはすごい画期的なシステムですね。どのぐらいねこういうシステムの利用料がかかるのか僕はちょっと見当もつかないんですけども、間違いなくねこうお金をかけてまでそこまでしてくれるっていうのはすごいありがたいことだなと思います。まあ実際ねこういうアプリを使わないでその辺に並ばしとくっていうのも結構人件費とかねコストがかかったりとか、あとは熱中症で救急車を呼んだりとか、そういうふうに周りに迷惑かけることにもなるので、まあコストパフォーマンス的にもこっちの方がいいんじゃないですかね。いろんなライブで導入してほしいですね、ぜひ。やばい、めちゃくちゃ音漏れが聞こえる、リハやってる、やばい。館内でねそういう音漏れをかき消すためにでかい BGM がバンプオブチキンの曲がね流されてるんですけど、それでもねやっぱり桝秀夫の特徴的というかすごい安定的なバスドラはね BPM としてこう心臓に響いてくるわけで、振動だからね。いやーなんかこの BPM で大体何の曲やるんだろうなみたいなのが想像できちゃうから、ちょっと離れようかな、ちょっとなんか楽しみが減っちゃう気がする、まあ、こういう音漏れを楽しむ時間もライブならではの楽しみですよと。で今回ねこの幕張メッセイベント9、10、11ホールに実施になってるんですけど、こんな感じでもうホールに入るのには入り口で検温と、消毒をその都度行わなければいけません。
何か一度入ってからまた退出してまた戻ってくるっていう時でも必ず全員に検温と消毒を徹底しているようです。いやなんかこうしてなんか同じバンドの名前を背負った、ね、ファンが一堂に会するっていうのはすごい懐かしくもありなんだか新鮮でもあり、ね、数年ぶりですからすごい逆に新鮮に感じちゃいますよね。ありえない。今までのバンプオブチキンのライブだったらもうあそこからここまで全部黒いグッズの T シャツを着た長蛇の列が出てたのにもうブースもあんな少なくて済むし列も全然ないっていう、あれ待ち時間ゼロなんではないですか。すごいね。ちょっと BGM がすごい大きいので僕の声で頑張って書き消します。まあね、あのグッズで長蛇の列に並ぶっていうのもまあなんか風物詩的ではあるんですけども、まあ、それでもね、まあ、熱中症とかで倒れるリスクを考えたらちょっと変えられない、ね、ものがありますよね。すごい、こんなものがあります。ライブで CD を買うとこの辺のオリジナルのポスターとクリアファイルがついてくると、で昔の CD を買ったりしてもポスターがついてくると、これいいっすね。自由にお取りください。なんだろう、あーグッズのフライヤーというかリスト、天体観測 T がエースしかない。いや今回ねヴェルディさんがあのデザインをね監修してくださった。まあヴェルディさんっていうのはあのバンプの七色とかのあのスモールワールドとかのねジャケットを監修してくださってる方なんですけど、その方が監修してくださった天体観測 2022T シャツポスター付き、ポスター付きっていうのがあるんですけどS しかない。いや S だけ残ってるだけまだマシなのか、今買った方がいいのか、もしかして買わないともう今後買えないのか、うわ微妙だな、どうしよう。一応僕明日もグッズを買いに来る予定ではいるんですけど、どうしよっかな。これ一応あのなんか受注の予約通販みたいなのあるやるよみたいなことは言ってたんで、ただそうするとねこの辺を手に入れる時間っていうか時期がすごく何ヶ月も先になってしまうので、どうしよっかな。
会場限定 CD 購入特典ポスターが思いのほか実物見てみたら色味がめっちゃいい。どうしよう、欲しい。あれですね、ツヤがちょっと少なくてちょっとマットな仕上がりになってる上質な紙を使った感じです。うわー欲しい。この青い床がまたいいですね。入場口とこのフォトブースの入り口が兼用になってるんですね。こっちに行くと入る入場口、こっちがフォトブースですね。あー暑い、太陽が眩しい。お、バンプのバンプといえばこのツアトラ、この搬入車、赤いトラック、結構前からずっと使ってるトラックですよね。これはバンプの持ち、バンプのそのトイズファクトリー側の持ち物なんでしょうか、それともなんか毎回毎回同じ会社に同じトラックでお願いしますってお願いしてるのかな。でも今回はあの装飾はあんまないみたいですね。その代わりといってはなんですが、あちらにフォトスポットがあります。すごい、カウントダウンジャパンみたいな感じの白文字のモニュメント。あ、よく見るとライトが光ってる、かわいいですね、電球の装飾。あ、なるほど、この柵というか白線の内側には入っちゃいけないんですね。なるほど、距離を取って撮影してくれと。じゃああそこでなんか大の字になるみたいな写真の撮り方はちょっとできなそうです。その代わりあの奥のフォトスポットでは一緒に撮ることができるっぽいですね。これね、全部別に柵で囲っちゃってもいいと思うんですけど、なんかこうやっぱね、一緒に撮りたい人用にこう、ここにはね柵を配置せず、こうファンの方をね信頼して白線の状態で写真が撮りやすいように、エリア分けしてくれるっていうのはさすがバンプオブチキン運営ですね。ありがたい。せっかくこんな感じでライトアップしてるんで、ちょっとあれですね、超日中の真っ昼間に撮るよりはちょっと薄暗くなって夕方の方が綺麗なのかな。ちょっとカメラの設定を暗くしてみましょうか。おー綺麗綺麗、いい感じですね。すごい、フォトスポットはこれあれですね、ちょっと物販と違って物販が待機ゼロな代わりにかなりフォトブース並ぶっぽいです。最後尾あそこですから相当並ぶな。これは結構持久戦になりそうだぞ。待ち時間がねちょっと長引いてるなっていうのは、まあ、運営さんの方でもあの把握していたようで、それに対応してねこんな感じで、まあ、映像を見てわかると思うんですけど、結構ねあのテキパキとあの撮影が進んでいる感じでした。このね一つの撮影ブースに対して3列作って、そこから順番にねあの交互に交互にあの撮影をしていくっていう形で、すごい回転率も良かったですね。あとあのすごいいいなと思ったのが、あのこのアナウンスが流れてるんですけど、普通こういうライブ会場とかフェスってあのトラメガっていうねあのでかいメガホンみたいなので、大声でね、はいこちらあの何度か何度かで並んでくださいみたいなの大きな声であの言われるっていうのが普通だと思うんですけど、僕結構あれ苦手で、あの大声で怒鳴られてるような感覚になって、すごいあの冷や汗が出てきてしまうんですけど、その辺もねあのなんかすごい穏やかな声で事前に収録した音声を、その場で流し続けるっていうので、すごいあの僕のあのハート的にはすごいありがたかったですね。フォトスポット撮ってきました。だいたい1時間ぐらいですかね、並んだの。まあ1時間並んだんですけど、すごいね配慮がめちゃくちゃすごくて、こうバーッとね列があって、うわ長そう暑そうって思うんですけど、よく見るとね全部屋根の下に収まるようにこう無理やり収めてくれてます。
あの辺もね、あの列がこう溢れそうなんですけど、このあの階段の後ろ側をくぐってとかいろいろね、こう試行錯誤してなんとかこう日が当たらない場所で全員こう並べるようにしてくれてるので、めちゃくちゃありがたいですね。こんだけあちこちにスペースあるんですけど、その中でちゃんと屋根のあるところだけを列にしてくれるっていうのはすごいありがたいです。でしかもね、あの回転率も意外と良くって、あのこの3つのテーブルの列に並ん で順番にね、それぞれ、1人ずつスタッフさんがついていて、もう1人1枚ってね決まっていて、パシャパシャパシャってあのどん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 あの人が回転して写真を撮っていく形になっているので、めちゃくちゃ回転率いいですね。でスタッフさんが撮ってくれるので、僕みたいなあのコメショーぼっち参戦でもすごい安心です。いや本当にバンプオブチキンの運営さんいつも優秀なんですよね。やっぱバンプってどうしてもね、なんかあのファン その着ている服が真っ黒になりがちなんですけど、今回割とあれですね、まあ、天体観測 T が白 T しかないっていうこともあってかわかんないですけど、すごく白い服を着ている人が多い印象ですね。前回のオーロラークの時はもうグッズがもう総取りで青青青だったので、もう会場一色青みたいな感じだったんですけど、今回は割と白い明るい服を着ている人が多いように感じます。一応並んでない人もこの上からちらっとなら撮れるっぽいですね。まあちょっと体力に自信ないよ、並べないよって人はここからちょっとだけ撮るのもいいかもしれません。この中はすごいクーラーが効いてるんですよ。早く中入りたいんですけど、みんな同じこと考えるんで中は超混雑してます。わあすごい、さっきまで出てなかったお花が出てます。さあ誰から送られてきてるかな。わあすごい、ポケモン株式会社ポケモンさんからミュウの贈り物です。かわいい。で名探偵コナンで隅っこ暮らしティマかわいい、かわいすぎる。あと小学館などって感じですかね。僕も見てみましょうか。まあ、ちょっと隠れちゃってるけど、あ、はい、ありがとうございます。わざわざ声かけてもらって、はい、あ、はい、あ、ありがとうございます。ライブは今日は参戦ですか。あ、参戦。じゃあお互い楽しみましょう。ありがとうございます。ライブレポートがめっちゃ好きで、うん、いつも YouTube ですごい行った気になれるので、めっちゃ好きです。嬉しい、ありがとうございます。というわけでいろいろあのアーティストの方とか視聴者の方に声かけてもらいましたけど、このちょっと隠れちゃってるんですけど18フェスから来てますね。今年はバンプオブチキンが18フェスの担当ということで、あとはまあ M ステとかいろんな各テレビ会社などから来ております。ちょっとあのグッズじゃないや、フォトスポットで外にずっと並んでて、あの熱中症になるとやばいのでポカリを買います。ポカリを買ってきたので幕張メッセの1階というか地上に降りてきました。意外とここは穴場ですね。あんまり人がいない、席も空いてます。ちょっとあそこで腹ごしらえと水分補給をしましょう。よいしょ、よっこいせ。空いてるから2個使っちゃおう。買ったのはポカリとシュークリームとチキンですね。まあ、こっちがエネルギーでこっちがタンパク質、こっちが電解質、水分といったところでしょうか。まあ、この辺を取れば熱中症にはおそらくならないと思われます。いやー入場列すごいですね。5時に入場開始で6時に開演だから幕張の規模で1時間入れるのはすごいな。普通はね1時間半ぐらい幕張だとかけて入場するんですけどね。これからライブ入るんですけど、前に出演させていただいたハサミギロチンチャンネルの方々にお会いしました。彼らはちょっと残念ながらチケット当たんなかったそうなのでまたどっかでお会いしましょう。じゃあライブ楽しんでいきます。さあ間もなく入場です。さあやばい、緊張してきた。1曲目何歌うんだろう。さあ間もなく入場です。やばい、緊張してきた。1曲目何歌うんだろう。やばい、新曲全部やってくれるのかな。
やべえ、どうしよう、心臓がバクバクだよ。いやもう本当に行ってきますの、普通に行人弁の方じゃなくて、ちゃんと行くの方で、死んでしまうの方で行ってきますっていう感じになっちゃいそうなんですけど、マジで行ってきます、楽しんできます。写真に並ばない人もちょっと残ってますね。わかるな、この名残惜しい感じ。会場から離れたくないですよね。はい、ライブから帰ってまいりました。最後の方にね、一個なんかこの光るラバーバンドみたいなのポンポンやってるよくわかんない映像が流れたと思うんですけど、あれ無言だと伝わらないと思うんで、今から説明します。バンプのライブでは、入場者に全員無料でこのピクスモブという、光るシリコンバンドみたいなものが配られます。で以前はね、普通のラバーバンド式だったんですけど、ただのゴムの輪っかみたいな感じになっていて、だから僕みたいな腕のガリガリで細い人とか、あと腕がめちゃくちゃこう筋肉でたくましい人とかは入らないとか、もうガバガバみたいなのがあったんですけど、前回だったかな、前回のオーロラクツアーぐらいから、こういうなんか時計みたいな、わかるかな、ベリーって剥がして穴があるので、ここにペチッとはめ込んで、大人から子供まで、太ってる人も痩せてる人も、ちゃんとぴったりのサイズでつけられるようになりました。こういうね、光るペンライト的なもの、リストバンド的なものってやっぱり購入してもらう、まあ、1,000円、2,000円で購入してもらってライブで楽しむっていうのが割と主流ではあるんですけど、バンプオブチキンはね、ロックバンドとしては結構早い段階からこういうものをね取り入れて、チームラボとかとね協力してこういう演出を始めていて、そっからずっとなのかな、無料で会場全員に配るっていうのをしてくれています。それもね、なんか一人ぼっちにしないっていう、なんかバンプオブチキンのすごい優しさだなと思うんですけど、これ1個でもね結構値段すると思うんですけどね。でライブの時はこの下についてる、ね、絶縁タグを外して使用します。で、何かしらの電波を受けて、その曲、わ、光った光った、曲に応じてこうやって光るんですけど、まあ終演後はその電波が届かないので光らなくなるかと思いきや、今みたいにこうやってポンって押すと衝撃で色が変わって光るようになります。こんな感じでいろんな色に変わりますよ。ライブ後もね、なんかこうやって綺麗に光って楽しめる、まあ、電池も交換する場所がね裏にこうあるので、ボタン電池1個で交換できますよと。で、電池がなくなっちゃうの嫌だよっていう時はね、この絶縁タグを取っておけばこうやって保存することも可能です。で、注意点なんですけど、基本的には他のツアーで配布されたものとか、確か別、同じツアーでも別の日程のはダメだったんじゃないかなと思うんですけど、そういうのを電池をオンにした状態で当日来てしまうと演出のね妨げになってしまうので、それはね やめましょう。まあライブにね、いっぱいこう ラバーバンドみたいな感じでバーってこう持ってきてカバンにぶら下げとくみたいなのは全然 OK だと思います。もうね、バンプのライブに行きまくってるとね、これがもう山のように積み重なるほど持ってる人とかもいてね、ライブとかではもうブワーっと、あ、ちょっと待って、画面近くない、顔が近くない、そ
構なそういうね、あのすごいいっぱいピクスモーブ持ってますみたいな人もいるんで、あのラバーバンドとかと違って、あの本当にそのライブに入場する瞬間に渡されるので、本当にその会場に入った人、チケットが当たって入った人しかもらえないものなんですよ。その証っていうので、まあ転売みたいなのもあるのかもしれないですけど、それを考えないとするならもう歴戦の猛者ですよね、そういう人は。本当に崇め立てで祭りたい、あの経験豊富っていう意味じゃなくて、その地形運の凄さにと思います。というわけで、次の動画はライブレポになります。いやもうやった曲が衝撃的すぎて、いやもう本当に油断してたね、油断してた。本当にシルバージャビリーっていう名前のごとく、あのちゃんとこうなんだろう、記念するライブであったなと思いました。もうあの最近出たあんな曲から、あのうんと昔の全然ライブで演奏されてないあんな曲まで、もういろんな曲をあのやってくれて、こうセットリストの全部最後のねアンコール後の、藤君のありがたい話も聞けたりとか、すごく心にグサッとくるものがあったんで、そちらを長々と多分1時間くらいの動画で喋ろうと思います。よかったら見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、おやすみ。